でしょうか。ヒント。うん、歌と三線って歌と三味線。そう、そんな感じの歌。でまあ、この歌を作ったのが登川清人っていう沖縄の民謡界のものすごい偉い人で、プロレスでいうとカール・ゴッチとか、あと何や、将棋でいうと大山康晴とか、あと何や、野球でいうと誰やろ、エナツ違うな、ブルースでいうと BB キングとかそんな感じの人、それで言ったら一番分かりやすいか、でまあそれぐらいの人が、まあ、割と最近作った曲で、まあ自分の後に続く、まあ、歌いのために作った歌で、まあ君たち、まあ、この後輩に向けて、君たちが日頃歌っている歌は何のために歌っているんだ、それは、それは世界、まあ、世間の世界の人々のために、まあ、尽くすために歌ってるんだよっていう、そういう感じですね。で、まあ、人の心を励ます、まあ、そういう歌がいっぱいあるんだけれど、そういう歌を作った人たちの心を知りなさいとか、そういうミュージシャンに向けて歌った歌ですね。はい、というわけで次いきます。次は赤田ふんどんちという歌で。別名がミルク武士、ミルク様っていう神様がいるんですけれど、仏教でいう弥勒菩薩のこと、50何億年後にやってくる仏様なんですけれど、
うん、まあ、その人の、まあ、夏になったらその仏様のお祝いやるんですけれど、まあ、そういう歌です。
りあえず次で最後で、最後は、海のチンボーラという曲で、チンボーラっていうのが巻貝のことなんですけれど、まあ、海の中に、まあ、巻貝がこんな風にいっぱい埋まってて、まあ、海、なんだ、まあ、海の中見えないけれど、うかつに足を踏み入れたら足に刺さって痛いよっていう、まあ、うん、まあそういう感じの曲で、うん、まあまあ、沖縄に辻中島和丹寺っていう、まあ、神戸でいうと福原みたいなところあるんですけれど、まあ、遊郭でできた歌で、なんか遊郭っていうのは、まあ、結構エッチなこともあるんですけれど、まあ、その国のお偉いさんとかが集まって、まあ、遊んでるようなところで、まあ、そういうお偉いさんが、まあ、遊びながら作った教訓歌みたいなもんですね。聴いてください。
浦屋へしまいうくに幕屋にくぬり茶よ立ちぬら指ゆじぶん払いゆいやりくやりくぬしむり刀なたる中ぬ朝にり茶やかい ありがとうございました。で、全部終わりました。ありがとうございました。One more time.